それが私の唯一望むもの。赤壁の決戦に勝利したのは孫権劉備の連合軍だった。曹操は天下を目前にしながら南進を諦め巨匠へと撤退、体制の立て直しを迫られる。今こそが曹操一強の情勢を崩す好機。孫権は後唐からの領土拡大に向け動き出そうとしていた。そして劉備の軍師諸葛亮もこの機を逃すはずがない。劉備を一国の主とするため静かに行動を開始する。馬超と関水が率いる連合軍は我が軍の西の戦線を突破、領主死し、伊光殿は牢城の末廃止されました。王位、漢中の豪族王氏の娘である。幼い頃一族を清涼の軍閥に滅ぼされた。そのため清涼の馬長に復讐を誓い曹操に仕官する。一方馬長もまた復讐に燃えていた。彼の父馬頭が曹操の暗殺に失敗し処断されたのである。馬長は関水と手を組んで洛陽に進軍。洛陽の防衛に当たっていた王位は曹操の援軍と合流する。彼女に復讐を果たす好機が訪れようとしていた。王位よ、よくぞ馬長らの猛攻に耐えてくれた。今までは孫権に備え西に兵を避けなかったが、周囲が死んだ今こそそちらを片付ける時であろう。花公園、長江、軍を編成し道館へ向かわせよ。この機に馬長らを叩き西の憂いを消し去るのだ。王位殿は敵将馬長と並々ならぬ因縁があるとか。よろしければ事情をお聞かせ願えますか。幼い頃領州の軍閥に故郷を奪われました。清涼の死神馬長は一族の仇、あの男の首を取ることが私の悲願です。だったら何としても負けらんねえな。俺らも最近は負け戦が多くてすっきりしねえんだ。ここらで気持ちよく大将と行こうや。主政は終わり、やっと会いに行けるのね。ああ待っていて馬長、今から私がお前の首を取りに行くから。もう馬長らが攻め込んできているか。王位よ、戦況はどうなっておる。馬長関水らは道館に布陣しています。正面からぶつかった我が軍は敗走。現在は洛陽と保半身の守りを固めています。馬長を勢いづかせてしまい申し訳ありません。いやいやいや、援軍が遅れちまったせいだ、すまね。いえ、援軍が来なかった事情も分かっています。その代わり花公園殿からは援助物資をいただいていました。ありがとうございます。何、いいってことよ。こっからは俺たちが馬長の相手をするから少し休んどけな。いえ、それはできません。
ようやく洛陽の防衛から抜けて馬長の首を取りに行けるのですから。ああそう、お前がそう言うならいいけどよ。敵は連合軍、その勢いを削ぐためにもどうにか連携を崩したいところですが。正面にいる敵はかなり士気が高い。押し込むのは骨が折れるな。道館の北側はいかがであろう。黄河を渡ることができれば敵の背後をつけ申す。正面から当たるか、とかして背後をつくか、どちらにしても厳しい戦いになろう。だが職に劉備、呉に孫権がいる今、黄河の憂いは立っておかねばならぬ。馬長らの勢いは盛んだが、ここで必ず打ち果たすぞ。何か不安があるんです。戦局打開の一手になるかもしれません。いい気持ち。
毎度どうも。馬がご入り用で。またお待ちしてます。よろしいですか？
優しい音、明るい響き、温かい調べ。あなたといると次々に旋律が浮かんできます。曲ができたら一番に聴いていただけますか？気が乾いてるね。これからだんだんと冷えてくるのかな。そうそうそう。策はあるが手が足りないか。ああ、誰か手伝ってくれるといいんだが。ありがたい。では早速この手紙をただ関水に渡すだけだ。あとはあちらさんが勝手に動いてくれる。それじゃ始めようか。うまくいけば戦が一気に動き出す。
ここを抜ければ火の本陣まっしぐら。俺頑張っちゃうよ。いやろ、奇襲を狙ってやがるのか。もう簡単にさせてたまるかよ。死ぬやべえ。周囲を警戒しつつ防御陣形を展開してる。逃がさないわ。その子についてるぞ。いい気持ち。よくも、はい。この辺の守りが足んないよ。こういうとこはしっかりしないとね。そこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。敵のよりどころを消してやろう。速やかに進軍しろ。敵のよりどころを消してやろう。速やかに進軍しろ。あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。うまくいかなかったよ。ごめんね、バカ。敵将、打ち取った。このまま勝利を重ねれば、きっと。よくやった。その働き、覚えておく。短期で敵陣に乗り込んできたか。だが戦うつもりではなさそうだ。なるほど、本日は使者として参られたのだ。何？渡したいものがあると申すか。出してみるがいい。ほう、これは曹操殿とは窮地の中、目は通しておこう。確かに手紙は預かった。使者としての務め、ご苦労であったな。おい、見たか今の。バッチリ見た。これ急いで馬上様に報告しなきゃな。伝令、関水様が魏の将と接触していた模様。まさか敵と通じているのか。関水殿をこのまま函谷関に置くのは危険か。関水殿に伝えよ。すぐ道館の背後の守備につくようにと。
馬長様より伝令です。すぐに道館に戻ってほしいとのこと。何、ここを引けというのか。さては、義の使者と話したことで疑われたか。馬長に弁明が通じればよいが。よっ、いざとなれば義に下るもやむなしか。このまま勝利を重ねればきっと。よくやった。その働き覚えておく。お返しよ。ここは私のもの。武の神髄。つもりか。そうはさせんぞ。勝敗の鍵はこの一戦にあり、我が部にて突破してみせん。は
止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。よっ、目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。ここまでか。行くぞ。敵将、残るはあと一人。敵将討ち取った。感服つかまつった。これぞ武の神髄。行くぞ、敵の要衝を落とすのだ。敵将討ち取った。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。気分がここまで強いとは。もはや障壁はなくなり申した。道館へ進軍いたす。このまま勝利を重ねれば。魔長様、大変です。敵は甲賀を渡り我らの背後をつく気配。そんな、もう俺たちに逃げ場はないんじゃ。兵士は怯えてしまったか。逃がさないわ。だが俺は決して早々には屈さぬ。いい気持ち。神髄。
消えて。熱してあげる。ありがとうございました。義は甲賀を避けこちらへ来たが、道館の背後はこの鳳凰黎明が死守する。並々ならぬ将とお見受けしました。ですがここは華麗に抜け、いただきます。進軍は ここで防御の構えを。さあ行きます。
敵の要衝、私たちが華麗に奪うのです。逃がさないわ。彼の血を抑え、みな、それが死に続くのだ。逃がさないわ。よっ、いい気持ち。なんと壮麗な戦ぶり。勝利を重ねればきっと。ここで防御態勢を取るのだ。こちらから道館を狙ってきたか。貴様らの思い通りにはさせんぞ。義軍の進撃、何としても食い止める。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。さあ行きますよ。敵の要衝、私たちが華麗に奪うのです。さあ、逃がさない。行きますよ。敵の要衝、私たちが華麗に奪うのです。いい気持ち。
馬長殿。敵将討ち取った。お返しを。なんと壮麗な戦ぶり。ここは行くしかない。我が軍の命運は偶然の楽しみか。このまま勝利を重ねればきっと。